今の人生の話一つあの、うん、天井天下、唯一独尊であるじゃないですか。うん、天井天下、唯一独尊よく釈迦が生まれてみたいな感じの釈迦が生まれたときに言った言葉。うん、でよくそれをあの自分がすごいえ俺こそがみたいな唯一の頂上なんだみたいな感じで思ってる人もいるんですけども、もともとの意味は違うわけですよね。あの一人一人、すごい尊い存在だから。あの もう一人、今、前の6人のね、方、一人それぞれがもう唯一の、あの、もう天井天元の中で、唯一の存在ですよ。だから、そうすると自分自身もその、そういう存在だから、自分だけが尊いわけじゃなくって、まあ、それから自分の言い方をやっぱりそう探していかなきゃいけないだよねっていう考え方が、すごい大事だなっていうふうに思うんですけども、あと、まず脱線します。 そうしたときに、天井点が優雅独尊が大事だよっていう言葉で出したときに、多くの方が思い込んでいる天井点が優雅独尊が、俺様的な感じのことが多いじゃないですか。そうたときに、あの、その言葉の解釈がずれてしまって、違う方向に行ってしまうっていうところも一つの言語化の危険な気がするんですよね。特に専門家であればあるほど正しい使い方をするんだけども、一般的な解釈が間違っていったときに、 言語化してね、その言葉を使ってしまったがために悪い変な方向にす解釈されて炎上したりだたりとか、逆にあの、その選手が悪い方向に行ってしまったり,ったりとか、その、常にその言葉の正しいかどうかいうこともそれは疑ってほしいんだけども、自分で、自分でちゃんとその言葉の正しい意味を探してほしいかったりとかするんだけども、安易に言葉を信じてほしくないっていうことに関しては、もしくはその安易に言葉を信じることの危険性だったりとか、 まあまあ、このペン会でもいっぱい何回も出てきてますけども、前回もね、冴島先生もありましたけども、疑ってかかるって大事なんだけども、世間一般的にやっぱり、パッてきた情報に、簡易に飛びついてしまって、間違った方向に行ってしまう。で、得てしてあ、あの、怪しい情報ど、情報ほど端的に書いてるからそっちに行っちゃうんですよね。 うん、キャッチーだって、はい、できますよ、みたいな感じで。これだけが正しいんだとか。でも、そうじゃなくて、あのー、最終的にはもう、そういった言葉を参考にしつつ、自分自身と向き合ってほしいだってとか、僕が今言いたいことを言語化できてますかね。<laughs> うん、そこの難しさなんがあるなっていうふうに、難しさというか、危険性だったりとか、 理解できたって思い込んじゃってることだとか。知ってることができてると思い込んでしまったやつとか。どうでしょう、花岡さん。やっぱり。体で表現できて、初めて理解できてるっていうことなんだうなとは思いましたよね。うん、まあ。その。 何事もやっぱり体験なき理解はないんだろうなとも思いますし、うん、かインプットもその言語情報だけじゃなくて体を使うっていうのはすごく大事だと思うんですよね。やっぱりねそのこうすればいいですよっていうのを知ってるのとやってみた人では差があると思うし、うんうん、やった結果にもよると思うんですよね。うん、ししっっっっくりこなかったたっててて一回やっただけで捨ててしま やってるよううでは多分ダメだと思うし何度も何度もやってみてこう自分のものにしていった人だけがやっぱり分かったっていう境地なのかなっていうことだしでも、ね、本当その未来は見えないですからね、うん、スタートの時は。なのでやっぱりそのコーチがいるんだろうなとは思いますけどね。うん うん、共に未来を見るというサポート役としてっていうことだと思うので、うん、まあね、その一人でいろいろ研究していける時代でもあるし、そういう選手が結果出す時代にもなってはきましたけれどもね。うんうん、なんて、感想じみたことしか言えないですが。うん <laughs>